優勝戦3号艇の赤坂俊介選手ですよろしくお願いしますはいお願いします順位優勝戦は1コースからコンマ1号のスタート逃げての1着で輸出ということになりました順位振り返ってみていかがでしたかまあしっかりターンできたと思いますはい。ちょっとホームの追い風は強めになってたかなという感じでしたがはい大丈夫でしたはい。今節全般の足の仕上がりなんですけれどもいろいろ調整なさったと思いますがえっとまあ、序盤よりは あの体感としては合ってきてるんですけど、足、はい、としてはもう中堅ぐらいだと思います結構、エンジン差がある中でしたから、ちょっと上の人の比較ではどうかなというそうですね、はい、そんな大したことないですね、はいい。そんな中でもしっかりと戦い抜いて、これで近況、6場所連続優勝ということになりました、はいはい、同期、今回は90期が3人優勝戦に乗ってきましたが。 いかがですか。このあたりそうですね。ちょっと負けられないですね。はい。はい、枠は三枠ということですけれども、どんな戦いをイメージしていきますか。と三コースから。まあ、多分攻めていく感じだとは思います。スタートの間の相手はどうでしょうか。ちょっと間よりは届いてないので、あの優勝戦はしっかりいきたいですね。はい。はい、これは全速をバチッと決めたいというところですね。はい 今年はこれが21回目の輸出で6回目の優勝がかかる一戦ということになりました。ファンの方に一言お願いします。はい、優勝目指してセーパーしています。